今回は安い材料で手軽に作れるキャベツと卵の天津丼の作り方を紹介します。一人前のレシピで一人暮らしや主婦の方にはおすすめですよ。それでは作っていきましょう。材料は卵2個、キャベツ 50g、生姜 2g、桜えび 5g です。キャベツは茹でるかレンジで加熱しておきます。茹でたキャベツは水分をよく絞ってからざく切りしておきます。下味をつけます。塩コショウを少量ずつ入れます。ちょっとパンチを加えるため豆板醤を少量入れます。よく和えておきます。辛いのが好きな方は多めに入れてもいいですよ。卵にも塩コショウで下味をつけます。しっかりと混ぜ合わせます。箸で持ち上げて白身が切れていれば OK です。桜えびと生姜を卵の中に入れます。キャベツも入れます。よりちょっと物足りさを感じるならハムやソーセージをプラスしてください。もう一度混ぜ合わせておきます。鍋をしっかりと温め、油流しをしたら大さじ1くらいの油を入れます。ちょっと入れすぎたので減らします。鍋を回して油を広げます。少し鍋から煙が出ている状態で卵を流し込みます。卵を入れたらヘラを縦に下から上に入れて混ぜ合わせ、ヘラで周りから押さえて形を整えます。火力は中火にして卵の底が固まるまで形を整えていきます。底が焦げないように鍋は少し持ち上げて火の当たり具合を調整します。このくらいに卵を固まってきたらヘラをそこに差し込みます。そのままヘラを持った手首を返しひっくり返します。裏面を鍋を揺すりながら焦げないように軽く焼き目をつけます。ヘラで上から押さえて中から卵の液体が流れてこなければ焼けている証拠です。焼けたらヘラを差し込みご飯の上に乗せていきます。あんを作っていきます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 100cc 入れます。紹興酒または酒を大さじ1入れます。砂糖を小さじ1入れます。
塩と味の素を少量入れます。胡椒を少量入れます。醤油を大さじ1入れます。一度しっかりと沸騰させます。火を止めてから水溶き片栗粉を大さじ1入れます。混ぜながら加熱していきます。とろみ具合を見て足りないようなら少量足します。最後にグツグツとするまで加熱します。お好みで鶏油などの香味油を入れるとさらに美味しくなります。卵の上に餡をかけていきます。これでキャベツと卵の天津丼の完成です。中華鍋を使った卵料理は簡単なようで難しいので、上達したい方はこのレシピで練習するといいですよ。安い材料でできるのでおすすめですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。